皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのセリアから売られているネイルシール、好きなサイズ形にカット、水転写ギャラクシー、こちらで爪を可愛くしてみたいと思います。後ろが水に浸して爪にオン、手書き風の仕上がりが実現、極薄ネイルシール、まるで手書きのように自然な仕上がりが手軽に楽しめます。極薄なので重ね付けも OK、 エナメルもジェルでもお使いいただけます。今回はエナメルでやってみたいと思います。では始めていきます。こんな感じのデザインをこれから作っていきたいと思います。それではどうぞ。用意するものはお水とハサミとピンセットとトップコートです。ではこちらを爪の形に切っていきたいと思います。指にこちらの模様を入れていきたいと思います。爪の幅に合わせてつけたい柄のところを切っていきます。ここら辺が可愛いのでこの辺をつけていきたいと思います。長さをカットしていきます。先端はファイルで削れば大丈夫なのでちょっと長めに切っておきます。このキューティクルラインもちょっと合わせて切っていきたいと思います。感じでカットしていきます。はい、ではこちらのカットしたシールのフィルムを、表面のフィルムを剥がしていきます。こちらがやり方です。こちらですね、右に浸す前に表面フィルムを必ず剥がしてください。剥がしてみたいと思います。剥がれました。でこちらの先ほどカットしたシールを紙ごと水に5秒から10秒ほど出します。ではお水の中に入れていきます。
3、水の中から取り出し、台紙からスライドさせるようにそっとシールを外し、爪の好きな位置に乗せます。ではやってみたいと思います。ではスライドさせます。しながら綺麗に貼り付けます。余分なところはエメリーボードで削っていきたいと思います。先端から、この上に取れないようにこちらのトップコートを塗っていきたいと思います。このしっかり先端サイドを塗ると持ちが良くなります。しっかりとこの先端を塗ります。はい、ではこちらで乾くのを待ちます。はい、では次にこの辺を切っていきたいと思います。ではキューティクルラインを切っていきます。フィルムを必ず剥がします。こちらですね、剥がしました。
ればこちらを水に浸していきます。5秒から10秒ほど浸します。はい、では取り出します。でスライドさせて、乗せていきます。ではファイルで削っていきます。縦に削ると剥がしやすいです。ではこちらをトップコートで仕上げていきたいと思います。こちらも先端を取れないようにきちんと塗っていきます。はい、ではこちら乾くまで待ちたいと思います。こんな感じで5本仕上げてみました。100円ショップで最近パーツなどもいろいろ売られているので、こんな感じにつけてみても可愛いと思います。これですと5本10本やっても30分ぐらいでできるのかな。乾くまでちょっと時間かかっちゃうかもしれないんですけれども、すぐできてすぐ取りたいときは本当こちらリムーバーでサッと落とすだけですぐ取れるので、1日だけネイルやりたいっていう方もすごくいいと思います。皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。